こんにちは。日本一の霊能者、塩の山ライオンハートのサイクサクララダビデです。いつもありがとうございます。今日は2024年11月2日、今月初めての動画となります。今月もね、どうぞよろしくお願いします。急にね、寒くなってきたので、皆様ね、どうぞね、ご自愛くださいませ。それで今日はね、昨日の朝受けた啓示をお伝えします。それはね、トランプの正体について。で、昨日こんなね、ちょうど昨日、おとといか、こういうのを見かけて、たまにね、こう、トランプの、こう、おみこしみたいなの。これね、なんかね、目がね、光って、こう、キロキロ、こう、ちゃかんちゃかん動く。で、こうね、トランプこそいない。ね、子供たちを解放するのはトランプだとか、こう東京をこう練り歩いている、まあ、それをこうに昨日おとといかなにこれ見かけて、多分私リツイートしたかな、今ツイッター X で。でなんて私多分ね、リツイートのコメントで、あたおかかって書いたと思うけど、トランプ信者見たらね、怒るだろうな。でも、そう思う。なんで他力本願でトランプになれば世界が変わると思ってるから、バイデンもトランプも、やり方が違うだけで、目的は同じですからね。で、今日はね、昨日の朝、その具体的な、っていうか、そのトランプの役割ですね。もうバイデン側はね、もう握る役、悪役で、このトランプのね、正体について神様がすごい分かりやすく、もうこう啓示で見た私も、なるほどとこれ以上分かりやすい、このトランプの正体というか、トランプなりの使命、いいし、お役目ですね。ね、使命なんて言葉使っちゃうよ、お役目ですね。これ以上の例えはない、神様、こう私たちに分かりやすく、すごいなって思いましたけれども、今日はそのことについてね、お伝えさせていただきますが、いつものように霊視や啓示についてはこのユアのね、もう私の心の家族となっているユアの皆様、限定とさせていただいておりますので、どうぞねご了承をお願いします。ユアでね頑張っていますので、本当に YouTube 2016年、私アメブロは2013年から始めたんですけれども、やっぱりずっと、ね、応援してくださる方、コロナでね私のことを見つけて応援してくださっている方のために、やっぱ私も粘り強く頑張っていかなければならない。で、まあ、ユアまでね来てくださる方をやっぱり一番に大事に思っておりますので、どうぞねご理解のほどよろしくお願いします。